校合唱部門に移ります。合唱部門はじめの学校は先ほど重唱部門でも登場してくれました茨城県石岡市北小学校の皆さんです。石岡市北小学校の皆さんのメッセージ、たくさんねメッセージ書かれてあるんですが、また今年も東京で歌えるなんて嬉しい。来年もまたまた練習して歌いに来ます。頑張って練習してきて本当によかった。去年は風邪をひいて東京へ行けなかったので、今年こそは東京のステージで大きな口を開けて歌いますというたくさんのメッセージね、代表してご紹介しました。石岡市北小学校1年生から6年生全校児童80人によります三部合唱です。矢田部聖子作詞、矢田部博作曲、鶴です。指揮をしてくださるのは石塚雅子先生、ピアノの伴奏は中山理恵子先生です。それではお願いいたします。